顔が直接見ることができて、みんなの声が聞こえて、もう本当に胸がいっぱいです。ありがとうございます。緊張する？これパスです。ありがとうございます。はい、いやードキドキですね。ようやくこの日がやってきました。ありがとうございます。EX シアター4年ぶり？4年ぶり。9年。すごい、あのここの会場は音響が良くてすごくやりやすいので、ね、楽しみですね。お客さんも見やすいですしね。そう、今ほらこれステージセット組まれて、いやこれはちょっと見に行かないと。おはようございます。これはそわついちゃう。はい、ラブバイツのトリプル A のパスでございます。お、トリプル A のパスって何ですか？どこにでも行けるすごい、アクセスオールエリアズっていう意味の AAA ですね。じゃあ散歩しようと思います。はい、絶対ダメ。 EX シアターは初めてですか？初です。初、六本木も大して来たことないので土地ごと初ですね。素晴らしい素晴らしい。おはようございます。おはよう。あ、サイン会が始まってる。そう、サイン書きしてた。え、ピアス上げてきたの？おー、違う、これを今朝開けてきました。家で5分前くらいに。昨日一瞬さ、ツイキャス聞いててさ、はいはいはい、いや朝から開けんのって信じられねえ。でもアドレナリン出たから何も言いたくなかった。マジで？熱は右開けてきました。マジか。左。ありがとうございます。おはようございます。はい、こちらです。あ、楽しみ。いいね。よろしくお願いします。はい、お願いします。です、です。いっぱい寝ました。7時間おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。お願いします。よろしくお願いします。右側です。はい。ハサミ入ります。おはよう。おはようございます。おはよう。おはよう。おはよう。ご機嫌、うるわしゅうですか？うん、うるわしゅうだよ。不思議な日本語。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。おはようございます。お願いします。ナツティ。ナツティです。リハーサルの時ちょっと特効関係をチェックで出すんで、はいはい、あの音玉とかドンとかいうのも一回試すんで、はい、まあ、やる前に一応なりますよっていうのは言うんだけど、はい、ここで準備だけ。はい、わかりました。お願いします。お願いします。あれ結構さ、どこで鳴るの把握してないとさ、すごい私びっくりする。なんだかって私がどうぞ、うわぁ音感だから声が。そうそう。もうって言っちゃう。うわぁって言っちゃうから。変な音になっちゃうから。ダメそう。じゃあ今日もよろしくお願いします。お願いします。いやー緊張するわ、ね、もう今までで一番緊張する。あー、その数日前から緊張するわ、泣きそうとか言ってステージ出る前から泣きそう。その緊張する理由は？久々なのもあるし。久々なのもある。いや、もうやっと帰ってこれたー。もう私の場合は瀬戸利が大変だからそれをなんとか分からないと。早いところですからね。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。いよいよこの日がやってきました。やってきました。やってきましたよ。すごいですね。
ちゃんと棺桶が開いてます。でちゃんと柱もあって、こんなかっこいいステージセットね、見てるだけで私もなんかちょっと泣けちゃいますもん。去年うちはこう一人でこうステージに立つみたいなことって、まあ、大会ですけどやってきたけど、それとはまたこうバンドでこうみんなでやるっていう、ね、演奏してっていうのはまた全く別物なんで、なんなんですかねこれは、この感情は。感無量って感じです。さあご覧ください、こちら私の機材でございます。このベースをまず見てほしくて、このベース の木目見えますか、木目、このなんかツヤツヤしてる木目と、このなんか赤い色が可愛いベースとなっておりまして、こちらフリーダムのベースですね。なんか通販番組みたいになってきた。こちらのなんとちょバレちゃうので内緒で。気に入ってるポイントとかあるんですか。色ですかね。好みのタイプを話すときに顔を重視するか中身を重視するかっていう話があるじゃないですか。顔重視なんですベースに関して。人に関しては中身重視なんですけど、ベースに関しては顔重視 で顔が完全にど好み でしかも音も良かったので、このベースがめっちゃ好きっていう感じですね。この赤い色あるじゃないです か最初はもっと赤々とした赤だったんですよ。今なんか時間が経ってだんだんちょっと暗いっぽいというか、そうなんですよ。なんかだんだん渋い色になってきてて、この前フリーダムの工房に持ってったらなんか色変わったねみたいに言われて、だから自分色になっていくベースということでおすすめです。なんかこれファミ登りやすいね、結構なんか滑らなくてよかった。確かにちょっとつるっと系かと思ってた。登りやすい、なんかちゃんとマット系布っぽい感じ。それでそうですね、もうちょっとなんかつる系かと思った。マット系の大丈夫系でした。あー前見たままいける。おー、気をつけて。気をつけて。こっちのが映えるんでこっちにしてもらいました。いつもピアノ緊張するって言ってるけど緊張してます。緊張するよ、死ぬほど緊張するよ。ここだけになるもんね。そうね、こうんじゃったやったらいいけど。いいですよ、全然本番やっていいですよ。パブリックフリーだ。そっちの そこ権利の問題権利和むかもね。笑ってくれたらいけるね、苦笑いみたいな感じだったら。2時からの予定ですか。単は間もない。あ、間も、うん、you
ステージがあっちが真っ暗になってる。まあ、これがあるから多分 TG で一応大丈夫。私があのこういう微妙な高さと恐怖症の時もうちょっと明るいお祭り系がいいかな。あとさ、今のさ、ちょっとさ、わーって もちろん歓声来るとは思うんだけど、もう気持ち早い方がよくない？ファミ入るのがね。そうそう、今のだとお客さんがわーって言ってもやっぱちょっと遅いなと思ったので、そう、うん、そうそう、その分は必要というか、なんかちょっと今のよりは感覚的にちょっと早めって感じで思っておいてください。すみません。では、メンバーの皆さん、これで全体的なリハは終了して、はい、あとちょっとスタッフの直しをしたいとは思っております。大丈夫かい？大丈夫かな？よろしくお願いします。よろしくお願いします。こだわりです。新しくなったポイントはメロタムをカスタムでシルバーのラメで作ってもらいました。これは今回のライブから初めて使います。で、今まではここ2枚なかったんですけど、このシンバルが2枚増えました。ここはもうカチカチした音が鳴ります。はい、回ります。続いて245番。いかがですか？もう間もなく本番ですけれども。いや、もう何でも来いって感じです。まだ今すぐこう始めたいぐらいの勢いです。これまでこうなんだろう、たくさんのお客さんの前で演奏とかなかったので、今回この人数のお客さんの前で演奏するっていうのは初めてです。私の可能性を信じてライブアイツに加入っていう風にしていただいて合格になったと思うんですけど、なんかその可能性みたいなものを自分自身でも信じてるので、もう何も不安じゃないし絶対大丈夫っていう自信があります。頑張ります。爪も剥がれたし爪も剥がれて行こう。何でもいい。何でもなる。いいねー、いい感じ。よし、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 声ある？もう出ないかもしれない。一番反応追いできちゃった。本日の公演はバンドメンバーが絶望し、ファンの皆様が熱望された声出し解禁ライブとなっております。これこれこれよ、よりゆき先生が、よりゆき先生の煽りめっちゃ MC がよろしくお願いします。お願いします。あと何分？あと1分。あと1分。いいよ。みんな楽しんで、はい、迎えましょう。はい、やる。いくぞー。あーい。聞こえない。
あと。ああ、泣きやすいな。先生、血の涙を打ちあれ枯れ果てました。枯れちゃった。ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。した最高だったね。いや最高でした、本当に。まライブがええわ。ね、本当に一番でした。本当に。もう生き返った。楽しかった。明日もあるよ。本当だよ。明日もあるよ。疲れ果ててしまいそう。明日もありますから。明日も本当に楽しんでくれてよかったです。ありがとうございます。ありがとうございました。お客さんの歓声生で聞くの初めてだったんですけど、なんかとんでもない声量だし、とんでもないボリュームでファミーって聞こえてわーってなって、演奏もわーってなりました。ありがとうございました。わーってなりました。わーってなりました。もう無料です。いやもうなんかもう脳みそが回りません。本当に本当夢みたい、ね、すごい空間に戻ってこれて、なんかこう、なんか夢心地なような冷静なような、でも夢心地のような本当に感無量です。ありがとうございます。本当にやっぱり歓声があると盛り上がりがすごいあって、めちゃかったです。本当にもうね、本当にもう1曲目で終わってもいいぐらい本当だ、最初に泣きかけてるっていう、ね、本当に感動がもう待ってて、ね、まあ長かったからね、本当いろんな思いがあった今日だったんですけど、もう本当みんなの声がもう聞けただけで、もうそれだけで幸せでした、うん、まあ、このまま突き進んでいきます。ありがとうございます。おしまい。ちょい。でも本当にね、3年ぶりかな、うん、声ありきはね。あ、そうね。やっぱね、はい、いっぱいたくさん宮古いただきましたので、うん、ありがとうございました。明日もね、そう明日もあるから、明日も切り替えてデイ2を頑張りたいと思います。とにかくもう最高な一日でした。ありがとうございました。ありがとうございました。